こんにちは。アイフローム増田店営業の大谷です。本日は、増田市で建てられたお家を紹介いたします。コンセプトは家事楽動線と適材適所の収納で家族が楽しく暮らすお家です。共働きのご夫婦、家事と子育てが楽に楽しくできる家になっております。デザインはシンプルで鮮やかな明るいデザインになっております。間取りですが 4LDK の床面積が合計 34.64 坪になります。ポイントは1つ目が自然や海の鮮やかなイメージで心地よい雰囲気が感じられる外観、2つ目は玄関ホール、リビング、キッチン、脱衣室の行き止まりのない回遊動線、マルチに使える和室とカウンタースペースです。それではご案内をいたします。外観はネイビーと木目調のハフト軒天をアクセントにし、自然や海の鮮やかなイメージで心地よい雰囲気が感じられる外観となります。メインの外壁は日波のモナビストーン、色はパティ MG ディープブルーになります。アクセントの外観は日波のマイスターウッド調 V、 色はイデアル MG キャメルになっております。外水線はすぐ横に車を止める計画になってますので、洗車をしたり夏はプールをして楽しんだりといった場所にあります。敷地は方面から少し離した場所に配置してあるため安全性を確保しております。次に玄関ドアになります。玄関ドアはリクシルのジェスタ2 M13 型、色はミディアムチェリーになります。では中のご案内いたします。玄関収納ですが、ご家族が置ける靴のスペースと、あとはハンガーパイプがあるため服だったりをかけて収納できるスペースになります。次に玄関前にニッチがございます。こちらのスペースに家族の鍵を置いたりだとか、そういったスペースになっているので少しあるだけでも助かるかと思います。では次にリビングのご紹介になります。リビングが今全体で約 14.6 畳の LDK になっております。一つ特徴としましては、こちらの壁がマグネットになっているので、こう磁石でくっつくので、お子様の学校のプリントであったりとか、そういったものが画鋲を刺さずに跡がつかないようになっているのが一つ LDK のポイントになります。次に今回の間取りの計画として、こちらにダイニングを置くので、その横に少し深いニッチがあるんですが、まあ、こちらも物置として使っていただくためにお客様のご要望で取り入れております。では次にキッチンのご紹介になります。キッチンはリクシルのノクト、色はクラシックブルーになります。間口は255センチの高さが85センチになります。次にキッチンファニチャーになるんですが、今回は収納をすべて取り入れたものになってて、上にも収納があるので収納力っていうのは増えるかなと思います。そして次に階段下にキッチンファニチャーがあるので、こちらに水であったりだとか常温でも保管できるようなものを入れる箇所になっております。そのキッチン横に勝手口がありまして、土間が中にあるので天候が悪かったりすると外に靴とか置いているとちょっと汚れてしまうので、中に今回土間を設けて出入りがしやすくできるように計画をしております。次に洗面所のご案内になります。今回の洗面台はリクシルのピアラになります。間口は75センチのものになります。次にその横にあるのがスロップシンクになります。お子様が学校に行かれたりした時に汚れた靴だとかっていうのを洗えたり水置きできたりとかっていうので、奥様のご要望で今回付けさせていただきました。上に干すクリーンがありますので、今回勝手口からでも外干しできますし、室内でも
物干しができるようになっております。次に浴槽になります。浴室はリクシルのリディア M タイプ1618サイズになります。で今回アクセントパネルにブラックストーンを採用しております。ブラックストーンにすることによって高級感が増すのでおすすめの浴室になります。次にトイレのご紹介になります。1階のトイレになりますがリクシルのベーシアになります。上に収納もついてますのでトイレットペーパーの補充っていうのに役立っております。で今回収納者に窓がついているので換気とかっていうのも問題なくできるかなと思います。次に廊下に面した箇所に収納がございます。結構大きいものが入るので、掃除機であったりだとか生活に使う背の高いものとかってものを入れるように収納を設けました。それでは次に和室のご紹介になります。今回の和室は約 5.4 畳の和室になります。今回はリビングと隣接せずに和室を設けているので家族や友人がお泊まりできるように独立した一つの部屋として計画を出しました。で今回2階建てということもあって1階に和室があると将来的にこの和室が主寝室になったりと家族構成の変化にも対応できるように和室を個室で設けました。で障子もあるのでより和の雰囲気が感じられるかなと思います。最初の方にも話しましたが行き止まりのない回遊動線ということで玄関ホールからリビング、キッチン、脱衣室、行き止まりのない回遊動線となっております。玄関からすぐに洗面所に行けるのでお子様が汚れたままリビングに入らずに手を洗えるっていうのも考えて設計をいたしました。次に2階のご紹介いたします。1つ目の洋室になりますがこちらが約 5.8 畳の子供部屋になります。で今回収納もありましてアクセントクロスに色を足しているので可愛い雰囲気になるのも一つポイントかなと思います。次に2階のトイレになります。で2階のトイレはリクシルの LN 便器になります。こちらもアクセントクロスが映え出てとても可愛い雰囲気になっております。次に主寝室になります。こちらの主寝室は約 7.2 畳の主寝室になります。ウォークインクローゼットを広めに設けているので服の収納であったり季節の変わり目の布団であったりだと大容量のウォークインクローゼットになっております。今回もアクセントクロスちょっと落ち着いた雰囲気になっているので落ち着いて寝られるかなと思ってこのクロスを選ばれました。そしてバルコニーも寝室から出れるのでお布団を干したりだとかっていうのに活躍する場所となっております。次にカウンターになります。こちらのカウンターは家族で共有できるようになっております。書斎だったりとかスタディースペース、ワークスペース、洗濯物、畳むスペースなど汎用性の高いカウンターになっております。こちらも同じく 5.8 畳の子供部屋になります。こちらの方も同じで収納が1つ目の子供部屋と同じ収納力のものとなっております。で今回アクセントクロスが違ってこちらはピンクの色を採用しているのでこちらも明るい雰囲気になっております。以上で、ルームツアーは終了となります。いかがだったでしょうか。今後も岩波の家づくりをご紹介していきますのでこの動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきあ
ありがとうございました。